はい、すごい大学が現れました大学受験なのに親が面接です保護者が大学教授と面接する入試がある大学どこでしょう高岡法科大学です富山県高岡市にあるんですがここの大学の総合型選抜はなんと3者面談です受験生本人、保護者、大学教職員の3人で面談をする入試なんですね 高岡法科大学は私立大学で法学部法学科の一学科です。この三者面談の入試は全校期合わせて10名ですが、定員100名の大学ですから、なんと1割がこの方式。しかも、今年の入学者は40人しかいません。40人しかいないんです。ただ、法律の学校ですから、まあ、卒業生の1割は公務員になるなど、就職は良好なようです。この三者面談は、 9月から10月に行って11月1日で合格なおさすがに高等諮問による学力検査もやります三者面談が終了後志願者と大学側が入学について合意に達した場合大学から志願者に出願を認める書類を送ります、まあ、事実上合格決定ですねというかすでに全入というわけです北陸三県で法学部というのは勝てる市場なんですよ 高岡法科大学、法律の大学ですけど、他に法学部持ってんの、金沢大学ですからね。金沢大学の法学類、そして富山大学はあろうことが経営法学科を潰してしまいまして、経済経営になっちゃいました。かつて、金沢の北陸大学に法学部がありましたが、紆余曲,曲折あって、今や経済経営学部になっちゃいました。そして、金沢清涼大学が一応北陸トップ私立なんですが、ここは、 経済学部で公務員要請をしており、法学部はありません。金沢学院大学、どんどんでっかくなってますが、法学部はありません。福井県には、北公立私立法学部はありません。新潟県は新潟大しかなく、私立大法学部はありません。ということで、北陸三県保守的で、公務員志向強いにもかかわらず、金沢大しかない。まあ、金沢政寮が公務員要請力入れてるんですが、 法学部の私立大学は一向たりともないわけですね。新潟にもない。ということで、本来北陸で法学部の大学って勝てるマーケットなんですよ。にもかかわらず、高岡法科大学定員100人に新入生40人というきつさ。単価大なのがイメージが悪いのかなと。どうすればよかったんでしょう。栃木県小山市の白鸚大学や宮崎産業経営大学のように、法と経営にすればよかったんだと思います。 で、実は高岡法科大気がついてたんで、一時期法学部にビジネス法学科を作ってましたが、これは失敗しました。違うんですよ。ビジネス法学科じゃないんです。経営学部にするべきだった。あるいは、岩手県の富士大学とか、えー、青森県の青森中央学院大学のように、経営法学部にしてして、まあ、 いいところにただ、この経営法学部とか経営法学科、東北にはあるんですけど、まあ、大成功かと、地元国公立入れない子がいきなり来るかと言われると、やっぱり本当のことを言うと、例えば青森中央学院とかでも、法学部と経営学部に分けた方が良かったのかなという気がしないでもない。富山県は、ご存知の通り、東京に大量に流出していく感じのイメージがありまして、大学も少なく、私立大学はこの高岡法科大学のほかは富山国際大しかありません。 富山国際大は現代社会学部と子ども育成学部しかないため、法と経営だったら住み分けることができました。なお、富山国際大の現代社会学部は、熊が出るほどの超山奥の富山の超山奥にあります。心折れるほど山奥です。はい。いい加減街に出てきてくれないものかと。子ども育成学部は呉羽にあるんで、割と都会。富山県の人というのは、潜在的に金沢にライバル意識を持っています。 正直、富山県というのは、江戸時代ずっと、加賀百万石の支配下。前だけなんですね。で、これはやっぱり富山県民の独立心から言うと面白くないわけで、その、金沢の周辺ではなく、富山県民というのは独立心、ライバル心、金沢に対して持ってますから、富山県の高校生がみんな金沢の大学に通学するかっていうと、必ずしもそういうマインドじゃなくて、金沢、石川県に比べれば東京へ出ていく傾向が強い。この富山県民の独立心を考えれば、 高岡法科大学が富山県民のための大学としてもっと学生集められたんじゃないのかなと。金沢学院や北陸大は金沢駅からバスでべらぼうに遠いです。金沢駅から授業出るのにプラス1時間見とくべきです。金沢西流は割と交通の便がよくて富山から通学できますが結構駅から歩くんですけどね。にもかかわらずこの金沢の大学、私立大学も決してそんなにすごいいいとこばっかりじゃないのに えー、高岡法科大学自体も高岡駅からバスで43分もかかり、バスが1日6本しかない。まあ、富山ですから、前川通学、車だったら便利な場所なんですけどね、新高岡駅からわずか12分です。が、この鉄道やバスの交通の便がべらぼうに悪いところにキャンパス作っちゃいまして、これも良くない。今からできる手は何でしょう簡単に思いつくのは、はい、効率化です。どひゃひゃひゃ,ひゃえー、な何で効率化笑っちゃうかというと、不可能だと思います。それは 高岡市自体が極度の財政難で、まあ、経営危機にあるんですよ。大きい町なんで、公立大学持つぐらいの力はある町なんですけど、町自体が財政難のニュースばっかりで、まあ、これはきついでしょうね。で、富山県は富山県立大持ってるし、富山市は公立大持ってませんけど、外国語専門学校持ってますね。まあ、これはあんまり関係がない。高岡市が高岡公立大にして引き受けるかっていうと、えー、さらなる大赤字祭りなんで、 これは躊躇するであろうと思います。でもう、現在のキャンパスの交通の便が悪いに悪すぎるので、高岡駅か新高岡駅前のビルに引っ越してください。高岡駅前は、さびれてさびれて駐車場だらけ、空き地だらけだし、使われなくなったビルの居抜きでもいいんじゃないかと思います。それと、法学部と経営学部の2本立てにするべきです。富山県には経済・経営の私立大学が1校もありません。金沢行くか東京行くかなんです。なので、 割と富山県の人口、若者の数から言えば、高岡法科大学が、まあ、高岡経営法科大学とかで、ほ経営の二本立てで、小規模ながら生き延びられるんじゃないのか、無理かどうかな、どちらにせよ、このまま何もしなければ終わりです。